はい、ナイトカーズでーす。今ですね、元城町4丁目に来ております。コメントで見てほしいところが、4丁目見てほしいということで行ってみました。来てみました。まあ約10分から15分ぐらいになりますかね。歩いてみたいと思います。今は15時46分。まだまだこの辺も、歩道はあるんですが、除雪が来てないようなので車道を歩くしかないです。危ないですが、気をつけて歩きたいと思います。向こうに こっち曲がってみますか。こっちの方は除雪されていて通れないようですね。迂回してこっち回ってみましょう。あ、ちょっと何言ってた。
あとはここまっすぐ行ったら今日の動画は終わりにしたいと思います。興奮できません。いけないのかな。ダメかな。そっち来てるな。駐車場に行こう。いけねえかな。行かしますか。ここに上越市立上等中学校があります。で、後ろに新潟県市立上越総合技術高等学校、ここがあります。
あっちは工事しています。こっちはすり抜けが厳しいですね。でこっち行ってみましょう。いや、ここら辺比較的行けないですね。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。元城町4丁目ここ今、元城町3丁目と4丁目の境目のところにいます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。4丁目の感じからすると結構今除雪してて学校の周りは良くなってきています。で車道も歩道も良くなり歩きやすい走りやすい環境になっていました。いや良かった良かった。はい、今日の動画はこれまでにしたいと思います。また、見てほしい、行ってほしい場所があればコメントで教えてください。行ける範囲にまで可能な限り行きたいと思います。はい、今日のご視聴ありがとうございました。また見てください。